タイで東北や沖縄の観光地を舞台にした新たな番組が放送されることになり、バンコクでプロモーションイベントが開催されました。11月からタイで放送されるのは、タイの人気タレントらが宮城、山形、福島の東北3県と沖縄を舞台に、司会者から出される数々のミッションをこなしながら各地の魅力を伝えていく番組です。日本の総務省の放送コンテンツ海外展開強化事業の一環として企画され、テレビ朝日が制作しました。昨日バンコクで開かれた旅行イベントでは、出演者も登場し、番組を通じて日本の魅力を知って足を運んでほしいと呼びかけました。タイから日本への観光客は年々増加していて、今年は100万人突破が確実な情勢です。東北や沖縄ではタイなど東南アジアからの観光客の誘致に力を入れています。